ヒメアルマジロは、アリクイモクアルマジロかヒメアルマジロ属に分類される、アルマジロ。アルゼンチン固有種体長8.4から11.7センチメートル。おなが2.7から3.5センチメートル。体重0.1キログラムとアルマジロ化最小種。うろこ乾板の色彩はピンク色。覆面ヤシシは白い体毛で覆われる。次回は小型で、体毛に覆われ。 外観からは確認しづらい。糞は突出し、微孔は下方に開口する。これにより土を掘っている際に、微孔から土が侵入しづらくなっている。規定が砂の乾燥した草原、半砂漠地帯などに生息する。夜行性で昼間地面に掘った穴の中で休む。主に巣穴の中で生活するが、採食のためにわずかな時間だけ地表で活動する。 尾を上げて移動することができないため、尾を引きずって移動する。危険を感じると地面に穴を掘り、素早く隠れる。この際に電部にある、う甲こ乾板が、巣穴の蓋の役割をする。植生は、動物食傾向の強い雑食で、昆虫類、陸生の貝類、ミミズ、球根などを食べる。繁殖形態は耐性。開発による生息地の破壊。 人為的に移入された犬による食害などにより生息数は減少している。ありがとうございます。